こんにちは、夫婦問題カウンセラーの岡夏子です。今日の話題は小室圭さんの話題です。実はこの小室圭さんの話題は以前取り上げたんですけれども、その後武田先生のラジオ日本の中身という番組で呼ばれてお話をしてきました。今週もゲストをお迎えしました。岡夏子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。武田先生といえばね、明治天皇の夜叉語と言われて天皇家を語ったら本当に知識満載なんですけれども、その武田先生にもし眞子内親王が岡野敦子さんのところに相談に行ったら岡野さんはどう言いますか、もちろん反対ですみたいなね、そんな形でこのラジオは取材をされました。これから小室圭さん5月にニューヨークの大学を卒業します。そして7月に弁護士試験を受けます。小室圭さんの話題で満載っていうところでこの番組始めたいと思います。本題に入る前に、このチャンネルでは私自身が受けてきた3万5000件の夫婦相談や有名人の夫婦問題から修復や離婚を含め、あなたが幸せになるヒントを発信しています。見逃さないためにもチャンネル登録と通知のベルマークをチーンとお願いいたします。また右下のボタンから保存していただければいつでも動画を見ることができますのでご活用ください。ではね、本当にね、もう小室圭さんと眞子内親王の結婚についてもいろいろ皆さんが考えてます。まあ私もね、以前ね、小室圭を切るっていうねところで、まあその後ね様子を見てましたね。そしたらすぐに解決金を払うなんていうね話で、今弁護士さんが動いているのかもしれませんけど、全然それは解決に至ってないみたいです。そんなこんなしてるうちに小室圭さんニューヨークの大学をもう5月に卒業ですよ。そして試験が7月、ニューヨークの弁護士試験なんですよ。私もね、いっぱい弁護士さん知ってるんですけれども、実はアメリカとかで弁護士資格を取ってアメリカで活躍なんかできないっておっしゃってます。やっぱりね、ネイティブの英語と日本人がどんなに努力した英語でも弁護士みたいになってくるとかなり難しいらしいですよ。そんなこんなでやっぱりその弁護士資格を持ってもし仕事にしたかったら、日本で海外を相手にしているような契約状況とか障害とかそういう担当のところで働くっていうのが国際弁護士資格を持ってる人の王道らしいです。まあ、そんな中で小室圭さんどうするんですかね。こんな騒動の中日本に帰ってこれるとしたらね、すごいことなんですけれども、私が尊敬する武田先生も小室圭さんがニューヨークに残るんじゃないかと、ね、そして逆に眞子さまがそちらに行ってしまうんじゃないか、お互いが一緒に暮らしても、ね、籍は入れないっていうところで事実婚っていうね、そういう結婚の仕方があるよっていうところで、そこを心配しておられます。まあ、私もね、結構ね、結婚でいろいろこちらに相談に来て、親が大反対、娘の結婚どうしましょうなんて言ってね、相談に来てる人いっぱいいます。そして親がどんなに反対しても実力行使で事実婚になったり、親の言うこと聞かない人はもう黙って籍を入れちゃいます。そこまでどうにもできないので、事実婚っていうのはね、まだ親の意見を残してるっていうマシな方、ひどい場合はもう親がどんなに反対しても勝手に籍を入れてしまう、そういうことが起こってるのが現状です。今時の若い人たちは自由恋愛ですから、そういう面では親の言うことを聞かないっていう人も多いですけれども、私たちが拠り所としてる皇族の方たちはやっぱりそういうね、ゴリ押しみたいな結婚、それから負のエネルギーが出ているような事実婚、そんなことを選ばないでいただきたい。やっぱり日本っていう国を愛し、日本国民を大切に思ってくださっていたら、この事実婚も無理やり結婚もやめていただきたい。でもいろんなニュースを見ていると、眞子内親王というね、皇族のお一人であられるっていう方が小室圭さんを忘れられない、結婚したいっていうね、女心が打ち勝ってるっていうところで、宮内庁も秋篠宮さまも反対しておられるけれども、それがどうにもならないっていうところで皆さんがどうしようっていうふうに思ってらっしゃるんですけれども、この解決方法といったら、まあ、眞子さまはしょうがないですよ。もう女の人、そして初恋もそういうことになって忘れられないっていうところで、長女で生まれて大事に大事にされてきた自由意志も女性の時代っていうのも全部入ってて、そういう眞子さまを反対するのはね、もう諦めた方がいいかもしれません。逆に何よりここの中心人物、小室佳代さん、親として息子のことを思えば思うほどご辞退した方がいいんじゃないですかと。私がもし小室佳代さんの立場だったら、うちの息子が眞子大親王とお付き合いしてる、婚約もした、そしてこの大騒動、それも自分の責任、
こういうことであったらば、私は息子にあなた辞退しなさいって本当に言います。まあ、私と佳代さん全然違いますから真逆を取られても仕方がないんですけれども、小室佳代さん、あなたがこれだけ言われてることをこれから生きていく上で誤解を解くためには、もうこういう大騒動の時に男の親の立場から申し訳ありませんと、本当にこの結婚は今うちではね遠慮させていただきますっていうぐらい逆に断ったらいいんですよ。何も無理やり結婚しなくてもいいんですね。だって眞子さまだって辞退されたらね、もうそんなのいつまでも思ってるわけにいかないですから、まあ多少ね泣くことはあるかもしれません。でも結局後から良かった、まだこのうちで良かった、よくね言われてるのが、小室さんたちは身分不相応なんて言われてますけど、身分とか関係ないんです。自分の立場を知れみたいな、樽を知るっていう言葉があるんですけれども、そういう使い方じゃないんです。実は感謝をする、内面を感じ取って樽を知る、人の感謝を知るっていうところで、実はこれって本当に考え方によったら国民たちがこんなに心配してくれて反対してくれてるってことは、感謝に値するぐらいに考え方を変えていただきたいですね。もう本当に早いうちに方向転換して、他の恋愛すればいいですし、他の生き方をすればここまで言われることもなくなる。それだったらやっぱり辞退して、ね、小室佳代さんが大人の立場で息子にちゃんと制していただければ、きっと国民も納得するでしょうし、宮内庁も大喜び、何より秋篠宮さまも大喜びで、感謝がみんなからもらえると思います。感謝をもらうってとっても大事なことで、ここまでいろいろ言われて、ここまでね傷ついたっていうふうに思ってるんだとしたら、人から感謝がもらえるような行動に大転換した方がいいと思います。私は小室佳代さんも知りません。ただ私も一人息子を一生懸命女で一つで育ててきたっていうところの共通点からすれば、私は息子を愛してますから、もしこういう立場になった時には私の方から辞退するってことを選んでもいいと思います。もしそんなことで辞退が許されないっていうんだったら、この動画にコメントしてください。辞退が許されるようにみんなで頑張りますから、まあ、武田先生がおっしゃってる事実婚になって、なんかねこの結婚ね、素人からすればね幸せになるならないっていうレベルなんですけれども、深いところでは皇族っていうねお立場がありますから、このまま眞子内親王が結婚したり事実婚でもですよ、まあそういう形を取ったら小室さんが皇族ってことになって、また国民からの大反対が起こる可能性が十分にあるんです。ですからこそ、もしね小室さんがどうしても俺は皇族というね名誉が欲しいんだって言ったらそうかもしれないんですけれど、本当に眞子さまのことを思ってるって言うんだったら、そこで男気見せてほしいですよね。自分が一度はね愛して結婚したいと思った人の幸せを考えて身を引くっていうのが男らしいと思うんですけれどもね、これだけ問題を起こした人ならば。問題を起こしてない人が何も男らしくなんなくても、女々しくたって何だって許されるんですよ。でもこれだけの問題を起こして国民にもういろんな思いをかきたてちゃったわけだから、そういう意味では身を引いて美談で終わるっていうのも一つの選択のような気もしますよ。特に小室さんにも言いたいところなんですが、若干30になるかならないかの年齢で人生の選択っていうのは無理かもしれません。だからこそ今まで小室圭さんの人生を一つずつレールを引いてきた佳代さん、佳代さんがしっかりここは最後のけじめとして終着点をレールを作ってあげて、あなたはもうこれだけね皆さんお騒がせしたんだから、眞子様のために身を引いたらどうですかみたいなことを言ってあげると収まるんじゃないでしょうか。私は本当にこの結婚には正直反対です。反対の人は多いと思います。何より本当に身内の方たちが反対してるっていうのが問題なんです。武田先生の番組でもお話したんですけど、一旦頭を打って結婚してね、頭を打って離婚っていう方法もあるんですよ。世の中にはわからない人は転んでみて痛さがわかるね、離婚してみて親のありがたみがわかるってこともあるんです。でも皇族です、国民のシンボルと言われている天皇家の結婚とは、そんな失敗は許されないんです。もう失敗がみんなが予測できるような時はもう先立ってやめて後ずさりするっていうのも賢い選択の一つだと思います。そういう意味ではこの結婚はぜひともお母さんである佳代さんがストップっていう形で終わらせて、また違うレールを引いてあげればいいことじゃないですか。
レールはいくつだってあるわけだから、何もこの結婚にこだわる必要はないんです。世の中を治めてね、そしてあなたはあなたのやり方でまた生きていけばいいんじゃないですか。レールはいっぱい選べますね。子供のレールを引いてあげるお母さんっていうのはとてもいいことですよ。私も一生懸命レール引いてきました。そして選ぶのは息子であったりもしますけれど、お母さんを大事にしている息子ならばこそ、お母さんのアドバイスを国民のアドバイス以上として聞くこともあると思いますよ。一度あなたが本当に息子の幸せを考えたアドバイスをしてみたら、国民の声より聞いてくれると思います。小室圭さんに、このレールはちょっと危険だからやめた方がいいよと、もっと安全なレールを敷いてあげるから、そのレールを走ってちょうだいっていうのも親の役目だと思います。皆さん、このチャンネルではいろんなねニュースを扱っていますけれども、皆さんのコメントいろいろいただけたらと思います。またこの動画を楽しみにしててください。